北海道標津市にある羊飼いの家というレストランの食事を紹介します。今ご覧になっているのはラム焼肉定食ですが、ここのラムはオーストラリアのサフォークラムを使っています。サフォークというのはイギリスのロンドンの北の方にあるサフォーク州で取れる羊のことですが、顔が黒いのが特徴です。このサフォークラムはイギリスから来ているわけではなく、オーストラリアで作られているサフォーク種のラムです。イタリアさん、いただきます。これがメニューですが、サフォークラムとサフォークラムでない、メニューがありますので、そこは注意をしてください。このレストランは標津の美しい風景を眺められる丘の上にあります。